ハラ皆さん、こんにちは。ゆずです。それでは今回なんですけども、Yahoo ショッピングで10月からペ PayPay イペイボーナスライトが還元、キャッシュレス消費者還元での還元率やポイントなど簡単に解説ということで、今回は増税後の Yahoo ショッピングについてお伝えしていこうと思います。 まあ今回もいつものようにおさらいなんですが、10月からのキャッシュレス消費者還元で、Yahoo ショッピングの場合は、キャッシュレス決済なら PayPay ペイペイボーナスライトを5%還元ということですね。まあこれも以前お伝えした楽天と似てる感じで5%と統一してくれてるので、まあわかりやすくていいですよね。 ま、こちらにも同じような記載もあるんですが、読み上げると、期間中、ヤフーショッピング、ペイペイモールの対象ストアで、クレジットカードまたはペイペイ残高でのお支払いで、ペイペイボーナスライトを5%還元ということで、対象期間は2019年の10月1日から2020年の6月の30日まで、対象のお支払い方法は、クレジットカードまたはペイペイ残高でのお支払い可能、併用可能ということですね。還元内容は、決済額の5%のペイペイボーナスライト、 まだサービスは始まってないんですが、すでにペイペイモールっていう言葉が出てますね。これはちょっと気になります。ちなみに先ほどから何度も出てくるこのペイペイボーナスライトというのは、有効期限が60日しかないものとなっていますので、お気をつけください。そしてこちらに関しては割り勘や送金などはできないものとなっています。今回の還元を受ける対象の方なんですけども、Yahoo Japan ID でログインしていること、 そして、ヤフーショッピングまたはペイペイモール内の対象ストアでお買い物していること、ペイペイ残高またはクレジットカードを利用してお買い物していることとのこの3つなので、まあ普段から使っている方は問題ないのかなと思います。次に上限と付与の日程なんですけども、ペイペイボーナスライトの上限は月に1人当たり1万5000円まで、そして付与の時期に関しては毎週木曜日の予定となっています。 対象となるストアは、この消費者還元事業のアイコンがあるところですね。そして対象外の商品もありまして、まあ、出てる通りなんですけども、プリペイドカード、ギフト券、紙幣、メダル、切手、はがき、自動車、車体、カーリース、この10種類が対象外ということでした。まあ、そんなこんなで今回はかなり短めだったんですが、10月からのキャッシュレス消費者還元についてお伝えさせていただきました。まあ、比較するのもなんなんですが、これまで楽天シリーズをお伝えしてきたんですが、ちょっと Yahoo ショッピングは思ってたよりって感じですね。けどまあ クレジットカード、ヤフージャパンカードがあればまた還元率も変わってくると思いますまあ、個人的には先ほどもちょっと出てきたペイペイモールがちょっと気になってますまあまたこのペイペイモールに関しての情報があればシェアしていこうと思います一応今回紹介したヤフーショッピングのキャッシュレス消費者還元についての公式ページのリンクも貼っておきますので気になる方はチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました